マーティン・ハルニックは、西ドイツハンブルク出身のオーストリア代表サッカー、選手、に、ブンデスリーガハンブルガー ASV 所属。ポジションは FW。日本語では、マルティン・ハルニックとの表記も見受けられる。ドイツ育ちのオーストリア代表選手。ドイツ国籍の母と、オーストリア国籍の父を持ち、両国籍を取得している。オーストリアではまだ一度も暮らしたことがなく、北ドイツの方言を話すため、 オーストリア代表チームでは、ドイツ人と呼ばれている、U、U-20 オーストリア代表でのハルニック、ハンブルク郊外のアマチュアクラブから18歳で、ドイツのベルダーブレーメンに移籍、サテライトチームでの活躍が認められ、20歳でトップチームに昇格、プロチームでの初の公式戦が、UEFA チャンピオンズリーグ本大会のディナモザグレーブ戦というところにも、 ベルダーブレーメンのトーマス・シャーフ監督の期待が現れている。またドイツ・ブンデスリーガでのデビュー戦では、出場8分で初得点を決めるなど見事な活躍を見せている。ドイツサッカー協会が、自国代表に、ハルニックを得るためにアプローチしたが、本人は悩んだ結果オーストリア代表を選択。その後、オーストリア代表では U、U19、U21、A 代表に選出され、 全カテゴリーで得点を記録する。また A 代表でのデビュー戦でも、出場時間わずか6分で同点ゴールを決めている。2010年5月13日、7月に VFB シュトゥットガルトへ完全移籍することが発表された。日本代表の岡崎慎司の逆サイドとなる右、サイドハーフで、レギュラーポジションを獲得し、得点力を見せつけている。2016年6月、 契約満了により、シュツットガルトを退団した。その直後に、恩師のフェリックス・マガト率いる中国長級リーグのサ3ロ・ノーゾ族級クラブへ移籍するためのメディカルチェックを受けに放置。2016年7月、ハノーファー9 6へフリーで移籍。2018年5月25日、フルスのベルダーブレーメンへ完全移籍。契約の詳細については、非公開となった。 2019年9月2日に、ブンデスリーガ所属のハンブルガー s v へ1年間の期限付きで移籍した 2007FIFAU-20 ワールドカップで4位という、好結果を残したオーストリア代表チームの主力メンバー、ベルダーブレーメン、ありがとうございます。